ロシア特殊作戦軍は、ロシア連邦軍参謀本部特殊作戦指揮ブレーカーの特殊部隊。2009年に編成が始まり、2013年より正式に創設された。隊員数は2000人。ロシア連邦軍、スペツナズの中で最高位の部隊であり、2014年のクリミア危機、ウクライナ東部紛争にて初めて実戦を経験し、シリア内戦においても、 巡航ミサイルの攻撃目標の選定、重要目標の暗殺、敵部隊への強襲作戦といった任務を遂行した。装備のほとんどは AK-74 など、ロシア製だが、クロックシリーズの拳銃なども多用している。また、欧米のファストヘルメットに影響を受けて開発された、LSHZ1 ヘルメットの着用も確認されている。ありがとうございます。